AIM-47、AIM-47 ファルコンは1958年にヒューズによって AIM-4 ファルコンソラ対空ミサイルの長射程発展型として開発されたソラ対空ミサイルである。開発当初の名称はガー -9 である。AIM-47 は新型のヒューズアンアスグ -18 レーダー。 火器管制システムと組み合わされ、X 解1 8零ピア迎撃戦闘機を武装することを目的としていた。ガー r 9はアメリカ空軍のローリー X 要求に基づいて計画された兵装システムの一部であり、当初は火器管制システムが在 -1、空対空ミサイルがガー x と呼ばれていた。ガー x は高性能作薬弾頭または、 核弾頭を搭載することを想定されていた。下機完成システムにアン、アスグ -18、ミサイルにガー -9 という正式名称が割り当てられたのは1958年4月のことである。X 解 -108 がその搭載母機として選定されたが、その時点で X 解 -108 の実機が存在しなかった。結局最後まで。 飛行可能な実機が作られることはなかったため、ヒューズは、並走システムを試験するための機体を探す必要があった。最初はこれを X 階、X 解 -103 としたが実現せず、B-58 ハスラー爆撃機を使用することにした。ガー -9 の死者は、地上発射が1961年8月。 回収された B-58 からの空中発射が1962年5月から開始された。海 -108 の開発は1959年9月23日に正式に中止されたが、アン・アスグ -18 とガー -9 の開発はその後も継続することが決定され、ミサイルは1962年の名称整理に、 伴う命名規則の変更により AIM-47 に改名れた。海 -108 が開発中止になったため、アン、アスグ -18 と AIM-47 の並走システムは、ロッキードが1960年から CIA の A-12 オックスカート偵察機の派生機として開発していた UF-12 迎撃戦闘機に搭載されるとになった。 u ーマイナス12は X 回マイナス108と同じように胴体に平気層を持っていたが、X 回マイナス108のものよりも小さく、そのままでは全イムマイナス 47A が搭載できなかった。このため、玉体を短縮し、折りたたみ式の翼を持たせた ARM マイナス 47B が作られ、これを3発搭載することにした。u マイナス12の平気層は4つあるが、 このうち一つは、大型化してしまった、下器完成システムを搭載るためのスペースに使われて、しまったため、三発までしか搭載できなかった。UF-12A 試作機から行われた AIM-47 の13回の試写のうち、12回が目標に命中した。ただ一回命中しなかったものは、ミサイルの電源の故障と判断された。最後の AIM-47 は、 マッハ3.2、高度22,677メートル、74,400フィートで飛行している UF-12 から、地上500フィート、152メートルの QB-47 標的ドローンに対して発射された。海 -12 プログラムもまた1966年までに中止されたが、ヒューズは量産前生産で、約80発の AIM-47 を、 製造した。また、その技術が、アメリカ海軍の AIM-54 フェニックスの開発に生かされ、アン、アスグ -18 も後のアン、オーグ -9 下機管制レーダーの基礎となった。AIM-47、ガー -9 は、当初、液体燃料、ロケットエンジンで推進され、マッハ6で飛行すること、約2 1 0トル。 130ミの射程を有すること及び高性能作薬弾頭または核弾頭を選択して搭載できると想定されていた。AIM-47 に搭載するための W42 核弾頭0.25キロトンが研究されたが1958年に中止され実現には至らなかった。その代わりに大型の45キログラム。 100ポンド高性能作薬弾頭を搭載することになった。推進装置は、マッハ6まで加速できる、エアロジェットゼネラル XM59 固体燃料、ロケットモーターが当初予定されたが、このロケットモーターには問題があったため、XM59 よりも水力が小さく、マッハ4までの加速が得られる、ロッキード XSR13LP-1 固体燃料、 ロケットモーターと入れ替えられることになった。しかしながら、最終的に AIM-47 の射程は、当時としては、驚異的な 160km、100ミとなった。AIM-47 は、セミアクティブレーダー誘導、差で発射され、自動操縦によって、あらかじめプログラムされた、目標域へ飛行するが、必要に応じて、発射航空機から提供される。 中間誘導段階におけ振動更新を受信できる。116km、63ナノメートルの距離で 9.3m、100フィートの目標をロックオンすることができるシーカーヘッドを持っていたが、週末誘導段階での精度に問題があったために、セミアクイブレーダー誘導に加えて、アクティブレーダーまたは赤外線誘導のどちらかを選択できるデュアルシーカーが研究、開発された。 しかし、これによって、ミサイルの直径が2インチ大きくなり、重量が 82kg、180ポンド増えて、しまうために、回 -108 のすべての兵器層の再設計が必要になってしまい、デュアルシーカーの搭載は断念された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。